なんだ。お腹が空いたんですけど、砂糖のたっぷり入ったマフィンとか欲しいかなって。何？喉も渇いてるんで、ついでにあったかいお茶も。ふざけるな。だってもう3日も閉じ込められてるんですよ。さすがに。うるさい。お前も無人だろ。覚悟を決めろ。無人じゃないです、芸人です。フルート吹きの癒しのカペル、聞いたことありません？知らん。そっか、僕もまだまだだな。まあとにかくお腹が減ったんで、なんか持ってきてください。いた。何もぶつことないでしょ。やかましい。まったく、本当に鎖を破壊してきた男なのか？シグムント様、私です。助けに参りました。お怪我はありませんか？フェイエールでチリチリになりましたが、再集結してみんなすぐ近くまで来ているはずです。さあ参りましょう。いや、あのね、詳しい話は後ほど。お急ぎを。ちょっと待ってよ。なんか勘違いしてない？誰を助けに来たの？もちろんあなたです、シグムント様。誰？は？だから誰？その人。何をおっしゃるんです。あなたが。後ろ！危ない！どこから入り込んだんだ。そっちも捕まえろ。これはなんていうか、暴力反対。面倒だ、手足を叩き寄っておけ。大丈夫？本当にシグムント様じゃないの？うん。そんな。
待に添えなくてごめん。くよくよしてらんないわね。あなた名前は？カペルだけど。そう、私はアーヤ。さあ一緒に脱出するわよ。僕も？そうよ。いいよ、僕は痛いの嫌だし。助けてあげるって言ってるのよ。頼んでないよ。あんたの事情は関係ないの。放っていったら私の寝覚めが悪くなるわ。はい。ほらいいから、私のために助かりなさい。仕方ないな。さっさと脱出するわよ。いいかな。うん、いいよ。じゃあね。お疲れ様。よろしく。うん、いいよ。いつもの頼むよ。痛むの？平気よ。いつもこんな危ないことしてるの？シールが相手なのよ。危ないも何もないでしょ。勝たなくちゃいけないのよ。
あいつらが大地に刺した鎖、私の国にも何本か埋まっているわ。ああ、鎖ね。闇講師がカサンドラ王国を滅ぼしてシールを結成したのは確か7年前ぐらい。それからよ、あいつら世界中に鎖を打ち込んで月を縛りつけて。鎖が打ち込まれた土地は、それはひどいものよ。怪物が出たり病気が流行ったり。それぐらいは知ってるけどさ。どの国の軍隊も治安の維持に手一杯。どこの人たちも怖くってみんな下を向いて生きているわ。でもね、でもあの方が現れてくれた。シグミントだっけ。シグムントよ。ごめんなさい。鎖をバンバン壊しまくって、あの方は私たちみんなの希望なのよ。本当の英雄なんだから。すごい人なんだ。とにかく来なさい。